続いてはボットキャストでも配信しています大竹メインディッシュ本日のお客様は近田春夫さんがプロデュースした辞典生徒族台湾による宮台真嗣クロニクルが発売中です社会学者宮台真嗣先生ですはい。先生本出した,した自助伝ですねひょうたからコマひょ<ー>、はい、からへ<ー>台湾の本だね 近田春夫さんが宮台さんのいろいろなことをたくさん聞いてるっていう感じですかこの本は。ある場所で登壇したときに怒鳴り合いの大喧嘩かになっちゃったんですね近田さんと。でまあそれも書いてありますからそれで楽屋で世間話をしたら「宮台ささ君かわいいね」ってことになって。 僕さあ君の自助伝出したいんだけどそこにたまたまあのあるまあ当時の片川川の編集者がいてあやりましょうって言って僕が自助伝出すと何も言ってないのに自助伝が出ることになっちゃったってなんか表談から駒みたいなことになってますかその時やっぱ襲撃の事件もあっていろいろあった時その直後に襲撃の事件があったんですねそれで作業が止まっちゃったんですなるほどで襲撃後の まあこれ筑田さんとの対話の文字起こしなんだけど確かね一番最初の章がその襲撃後に急遽また追加したものですね。本のことも伺いたいんですがその前にちょっとだけ世間のことも伺ってよろしいでしょうか。あさってのこともあるしね急に降って湧いたような。 2000万円のお話もありますしこの辺をどう考えたらいいのか伺いたいんですがいらないって言ってるのに口座に入ってたみたいなうんまあ政治の話をねざっくりしましょうはいまあ保守っていう言葉にはね4つの意味がありますでもそのうち2つが今では重要ですそれ経済保守と政治保守です経済保守っていうのは国民を豊かにするだからこれは 簡単に言うと結果勝負なのでマックスウェーバーが言う結果倫理に従うんですそれに対して政治倫理は勇しいことを言って国民をすっきりさせるだからその意味ではですね気分すっきり日遊びバーンというふうになりやすいんですわかりますよねで、自民党はもともと自由党が主流でしたうん、吉田茂白洲二郎図式って呼んでいますけど90年代 まではそうでしたね、はい、でずっと保龍だったのが岸田、うん、まあ,あ岸派福田派、うん、でのちろ和会ですよね。うんうん、でこんなのですね。主流だったら日本の戦後はなかったんですよ。うん、ところがあの世紀が変わると、うん、まあ政治保守、うん、気分すっきり日遊びバーンみたいのは全面に出てくることになった。うん、それは国民が豊かになっ まあ実際にはねアメリカの半分以下の所得なんだけれど、うん、まあ陰謀昭和 OS って呼ぶようなね例えばそうだな、えー、道路、うん、交通網ですね新幹線とか地下ですとか、うん、であと放送も文化放送もそうです、うん、で通信も当時は電話ですよね、うん、えそれはまあ田中角栄の時代にほぼ完全に整備されたんですよね。そうすると所得が低くてもなんか昔の インド東南アジアみたいな貧乏な風景の中にいないでしょ便利ですよねそうです便利困らないんですよどんなに孤独でもコンビニエンスツアーという良いコマースがあるからねでそうすると人々の不満は貧乏のような分かりやすいものではなくてなんか鬱屈したつまんないむしゃくしゃするむかつくみたいなことになるので精神的なものそうですでそこで気分すっきり冷やすいバーン悪いのは中国だ 悪いな、うん、いななな黒だみたことになるで日本だけではない今世紀に入ると、まあ、正確に言うと9 5 6年ぐらいからですね、うんはい、ほとんどの先進国ではこの動きが展開しているで石破茂さんが総裁になった時にね、うんはい、面白かったのは僕はあの経済あの、まあ、株と為替を見てたんです、うん、そしたら株も上がった為替も上がった。うん、経済プレイヤーにとっては、うんはい まあ政治保守つまりですね気分すっきり冷やすバンは困るんですよ、うん、なぜ、えー、投資を、うんえー、可能にするような予測可能性を失われるからだよね、うんうん、で逆に経済保守は結果に責任を持つということで、うん、だから為替と株が上がったんですよね、うん、ということで、うん、今日本の政治の話をしたけど、うん、アメリカの大統領選挙の話も含めてもう全部皆さん理解できたと思います かりますね、今要するに気分すっきり冷やすうバーンに寄り添う感情の政治これを行う者たちが、うん、あの人気が出てくるのでそれをポピュリズム政治っていうふうに言ってるんですよね。さんなんなてその申しとい,ないや全くそうです思想も何も関係ない、うん、現実に誰が敵かどうかも関係ない例えばね、えー、田中角栄さんは経済保守でしょ、うん、で簡単に言うと豊かになってなんぼですよね。うん、ということなのでイデオロギーに関心がないんですよ。 だからアメリカの意向の頭越しに中国と国交を回復し対、うんえー、中東外交で独自性を発揮してで、まあ、たくさんの石油を安く輸入できるようにもなったんですけど、うん、それで当時の国務大臣キッシンジャーが、うんまあ、激怒してでアメリカ発の情報で田中角栄を刺した、うん、これはもうあの当時から噂としてあったけど今は、えー、公文書 で完全に裏付けられてるんですよね、うん、田中角栄が5億円で、うん、逮捕起訴されましたけれど、はい、アメリカがあの出さなかった資料の方には児玉義雄の75億円の授受の疑惑が、うん、疑惑というか、まあ、事実が書かれているということですよね。うん、でロッキードをトライしたいよりも、うん、防衛庁の P3C 当時防衛庁の P3C の方がはる、うん、かに受注金額が大きかった。 あの日しかしそれアメリカによってコントロールされた、うん、でも言いたかったことは田中角栄は経済保守だったから、うんえー、イデオロギーにこだわらず、うん、事実上まあ贈与っていいますけど取引というよりも、うん、自分からこうしたいこうしようって持ちかけたら当時の周恩来がうんだったらいいだろうと戦争については <laughs> 軍部が悪かったと、うん、国民は悪くなかったということで構わない。 っていうふうふにしてその後と渡平があの78年南巡講和以降ね力を持つんだけれど尖閣諸島についても解決はしなくていい、えー、次の世代に任せようというふうに中国の方も言い出して、うん、その後平穏無事だったんだけど、うん、民主党政権時代の,あの前原とかいう名前のですね変なダメな政治家なんですけど、うん、あのそれまで中国と日本で 逮捕・起訴という図式は使わない打法強制送還という図式を使う、うん、つまり地方経済,経済プロセスに載せないという、うん、これね契約はないんだよ、うん、ただお互いにそれをやり続けることによる暗黙の合意があったのね,、うん、ねえところはそれを知らない今時の政治家によくありがちだよね、うん、そんな契約があるんだったら証拠出せ、うん、はとか言ってるだろうとお互いに逮捕・起訴図式を使わないと、うん、いうことを通じて、うん、まあ 相手にシグナルを送り続け、はい、そのコールレススポンスそれでまたコールされてレスポンスっていうそれを繰り返してたそういう政治がね日本の日本と中国の間に、うん、あるいはアメリカと中国の間に存在した時期があったっていうことがそれが今は まず政治の話です、ねうん、だから今はもう感情の政治、うん、冷やそいバーンだから、うん、結局中国の、うん、あるいはね権威主義的独裁体制の国民や政治家たちはざまあって感じで、うん、まあそうなるに決まっていたという通りに民主主義になった、うん、民主主義だからそんなふうになっちゃってるんだよバーカってっ感じだから民主主義っていうのは民主主義依然的な前提がやっぱり必要でね、うん、でそれは まあ何よりも実質が大事じゃない、うん、気分すっきり平安というバーンというのはただのエゴイズムなんじゃないかなというふうな感覚がまあ共同体的な生活の中で存在していた何よりも戦争の貧しさから復興することが誰にとっても共通の目標だよねという同じ前提を共有している感覚があっただから経済保守が支えられたそれは戦勝国とも全く同じなんですね。でそれが豊かになってで 戦争が終わってから時間が経つと、うん、税金のね累進率がどんどん下がる9割から3割以下に下がっていくんですね、はい、先進国はね、はい、でそれは国民は仲間だっていう意識がなくなるからだよね、はい、でだから、えー、残念だけど累進率が低くなるだけじゃなくて国のために死ぬ人はいなくなるんです国では勇ましいことを言うやついっぱいいるわけ口では何でも言えるからね、はい、でも実際に戦争すると政権、はい、の支持率はめちゃめちゃ落ちるということがあるので。うん 自国の兵隊戦は出せませんということで、すると、ウクライナでもそうだけど。兵器を共有する、あの供給するとか、お金を供給するとかっていう、そういうものに。なっていくでしょこの流れで言ったら、あさってから、どうなっちゃうんですか?。日本。うん、どうなるでしょうね。変わらない。んと、変わらないって言うんじゃなくて、どんどん危険になっていくんですよ。また。 さらにあのねこれはあのミッテラン大統領はいやアメリカのねああじゃあドイツの,あのリハルト・バイツゼッカ大統領が示したことなんだけど、うん、民主主義には民主,主義依然的な前提が必要だそれは国民の共通感覚や仲間意識プラス 国民を説得すするる政政治治家家ななんですよ煽る政治家でよ煽はなくて例えば、うん、ミッテラン大統領は、うん、あの死刑尊敬派が大半だったフランスの世論を絶えずマス,、うん、マスメディアにテレビですね出て説得することで、うんえー、死刑を廃止したんですで死刑廃止してみたら、うん、1>, 1年間だったら廃止してよかったっていう世論が過半数になったんですよね。うん で同じようなことは、まあ、ちょっと直前ですけれどもドイツにもあったんですよね。うん、死刑廃止うん死刑廃止ではなくてねあ、うん、あの要するに時効を廃止し、うんえー、ナチスに関する証言の自由は一切認めず、うん、で被害を申し立ててきたら自治体や企業あるいはお金持ち個人が個人保障をするんだっていうね日本がずっと拒絶してきた図式を。うん やろうではないかと、うん、なぜそれが必要なのかというとあの分,か分かりやすい言い方をすると君たちはドイツという車に乗っている、うん、ドイツという車に乗っているだけで不利益を被るそれが今の状態だけどそれをししそんそんにまで続けていいのか、うんうん、むしろドイツという車に乗っていることで皆、うん、がドイツ人が幸せになるような、まあ、得をするような、はい、そういう状況を作ろうではないか。だからそれをちま,まあ、うん 罪よりなぜかっていうと、うん、関わり方が生まれていない人もいたし軍人軍属民間人の区別もあったしでもその罪の有無にかかわらずドイツという車に乗るんだったら獅子孫孫のドイツという車に乗ることによる利益不利益を考える責任が君たちはないか、うん、ないんだったらドイツという車から降りろ。 という演説なんですよ。うん、で、これで国民を説得して、うんえー、まあまあ個人保障組織運動関連近代法から見たら逸脱的なですね法制。これはもうどうい、ん、でも国内の反対が大半だったんですよ。うん、で、それを説得して、で EU の名主としての地位を今日ね獲得するに至った。みんな覚悟しながら乗ったってことですね。結果として、ねはい、つまりそれが結果往来の経済。うん 倫理、まあ経済っていうのはね、お金が大事だってことではなくて、結果が大事だよ、結果でやられるんだよ。豊かになれたら、それは信頼されてる証拠だよっていうことなんですね。それ日本でできますか？昔はできた、田中角栄がやってた。でもウヨブタとか、ク、まあクソフェミとかいっぱいいて、今はできないけど、どの道できるようになります。なぜかっていうと、そうしないと終わるから。怖。うん。で、終わりそうになるとあの。 必ずそのリストレーションというかなんだ回復に向けた動きが起きてきますね。例えば石破さんは回復させようと、うん、石破さんは田中角栄に言われて政治家になった経済保守の権下です。うん、なので軍事の専門家ではあるけれども彼の目標は日本人の経済活動社会活動が、えー、豊かで濃密なものになること。うん、でそのための軍事的な安全保障でしょ これが市場さんの考え方、うん、なのでまあ気分すっきり冷やすよバーンあいつができたやっちまえあるいは俺を私を私を <laughs> 首相にしてくれた、うん、粉砕してあげますみたいな分かりやすいやつだ,、うん、だから面白かったですねこの間の総裁選はね、うん、あの高市さんと石破さんっていうふうに残ったこれは意外だったけれど、うん、非常に分かりやすい政治保守 VS 経済保守という対立だった、うんね、でそうなるとやっぱ経済団体を含めたまあ安定を望む人たち、うんえー、あるいはそれを、まあ、地盤に据えているような政治家たちも、うん、いやあ冷やすういバーンは、うん、このもう貧困のどん底の日本ではまずいっしょ、うん、みたいな図式になりましたねうん。 その高市さんよりのことはちょっとだけなりを潜めたっていうふうに思っていいんですか、うん。ちょっとだけなんです。ちょっとだけ。うん、やっぱりちょっとだけなんだ。それはね。まあ例えばまあ自民党のまあいわゆる党員たちっていうのも、はいうん、まあものすごい高齢化しているうう上にで,ですね。うん、高齢化っつったってだいたい 僕と同世代だったりするんですよねそうすると経済保守政治保守という対立図式が分かっていないような人たちもいっぱいいて気分すっきり冷やすビバーンみたいな人が多いのに党員票で石破さんがあれだっけ半々ぐらいですけど取れたっていうのはもうほんの奇跡です。で一番最後の通用するステージだったから石破さんが党員票を出すまで いけた、で、これからは党員票も、日雇いバーン、うん、気分すっきりみたいな方向に行きますよね。はい。だから日本の経済は、そもそも投資をしてもらえなくなってしまうんです。今、東証だって外国人投資家が半分でしょ。はい。で、日雇いバーン系の、政治保守が、うん、<laughs> 政治家になれば、投資はなくなる。はい、うん。で、じゃ、あどこに中投資するの。の投資なくなっちゃったら、だって。中国に投資するんです。投資家たちなので、全然問題ない。 で権威主義的独裁政権の方が、うんえー、安定してるよね、えー、戦略的に振る舞えるよね気分すっきり火遊びバーンみたいな国民の世論に応えなくていいよねということで、うん、中国にますます、うん、投資が集まるようになるんですね。うん、いや中国大変ですとね,も<う>今ねあのはまあ、うんうん、危険だよとこれから先は、うん。民主主義によって危険になるんです。うん ヨーロッパ含めてねだって気分すっきり冷やそうバーンって四思尊の幸せ考えてますから自分の気分すっきりだけ考えている自己中心主義者ですよね。でそういう人たちが多数派になると民主主義は今僕らが見ているように展開しますね。はいやでもこの石破さんがあのあんまり短命じゃない方がいいってことですよね。でもにななる 短命になりまだから民主主義という問題はまだ横においてね、うん、あの自由民主党っていうのはもう90年代に全く別の政党に変質したんですでそれまではねどこが岩盤の支持層だったか農村なんですよ。で日本は戦後はね農村の過剰人口を都市に移転する、まあ、手稼ぎとか金の卵っていうことで戦後復興を遂げてきたこれは先進国で日本だけなんですよ。 だからその代わりにあの農村にリターンを返す。これが公共事業ののための補助金と交付はどん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 人口は減るんだけれど、うん、まあ田中角栄列島改造論に象徴されるようにものすごいたくさんの箱物が作られていくってことになったのこれは当時としては素晴らしかった、うんはい、そうしないと戦後復興も経済成長もなかったしかしこれは時限、まあ、爆弾だよねだってどん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 農村の人口が減っていくと、うん、農村票を当てにした自民党は危機になるじゃない。 にたんですで92年から絶対得票率がどん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 減ってきたということで今世紀に入ってから小泉進、うん、次郎のお父さん純一郎さんが、はい、あの都市不動票さっき言った気分すっきり冷やそういバーンの、はい まあ、支え手になってるようなぶっ壊すそれもまさに「ぶっ壊したい」みたいなね、はい、あの破滅願望は破壊願望みたいなものを刺激するところがあるわけですよね。はい、ということで、はいうん、都市不動表を、はいうん、しかもうっくずして、はいはい、気分すっきり火遣いバーンをしたいような人たちを基盤にする政党に変質した。はいうん、しかも何でもかんでもももででん 自己責任ですよという力が働いてます、うんうん、そうですでそう言わないとだって気分作れ冷やそういうバーンの、うんうん、国がどうやって経済を反映させるかいって、ねはい,、うんはいはい、ちょっとこの5本の話もさせていただきたいと思うんですけども今の話はあまたの機会にしていただきますが5本の方ですが。はい えーと季節して先ほどもおっしゃいましたが、うん、近田さんが、えー、と宮田さんの過去いろいろなことをこう、うん、いや過去いろいろありすぎでしょう。です<あ><生>ね、うん。近田さんが聞いてくれなから絶対に喋らないことばっかりだって。だってテレクラの話とか絶対これダメでしょ。テレクラとかジデパ地下デパート地下ナンバーとかね。うんうんうん 主婦狙いとか、その辺から始まってますけど、ちょっと笑っちゃいけないんだけど、笑っちゃいけないんだけご自分でこのまあ時伝的なこのこのご本を振り返ってどんなふうに思っていらっしゃるんですか？まあ自分でも分かってなかったことだけど、この男は変だって思いました。私自分が自分でこれはちょっとこんなにあのその偶然によ <で>はい、運命が採用されてる人は多分いないなだろうなと、うん、だってこの本自体がそうでしょ、うん、大喧嘩をしてたまたま世間話したらそこに編集者がいたただそれだけなんですよ、うん、たった10秒か15秒のコミュニケーションで事前が出ることになってたみたいなことを含めて仕事、うん、いうことですね。だって「朝生に出てらした時もびっくりしましたもん衝撃って映像ですたみん。なびっくりして、うん なぜ皆が宮台大全員っていう構図を作りたかったのかが全然分からなくてでも田原さんが言うんだからなんか業界の掟なのかなみたいにして従ってただけなんです当時は、ね、そのご本人は田原さんがわざと宮台先生をあの近くに座らせてそう横に座らせたねで、はい、そのハブとマンゴスじゃないけど、うん、その喧嘩を仕掛けるみたいな構図を作ってたってそうですねでもほぼ僕が前線全勝でしたね当時はねで、うん、ハブとマンゴスあの、うん、そうだ <laughs> ダミチさんあのなんなか元気そうで素晴らしいですねでさっきお話ししたら「雌雄、うん、オスメスのヘビがとても元気だそうです」はい、最近元気でねそれちょっと思い出したことがあるんだあの僕京都の,あの嵐山に住んでたことがあってね、はい、松尾大社の巣の近くです。はい、で大社の中にはあの割と大きな池があるんです。で夕暮れにそこに行くとヘビが<あ>カエルを追いかけて 要するにこの Z 型の鎌首をたけてってやつがピュッと走るのを見ることができるんですよ。で当時ヘビがあんなに速いと思わないからえええで見ると聞くとは大違いというか実物のヘビの要するに捕食の瞬間を何度も見た時の感激やっぱりすごいでしょ。でこの本の一つのモチーフは見ると聞くとは大違い実際何かを見るとか体験するってことがどんなに重要か ということ。で、それであのフィールドワーになったってことも書いてある。で、それとの兼ね合いで言うとね、あの今のあの学生さんたちあるいは学者の卵、学者たちが、ま全然ダメだなと思うのは、あの概念によって思い出せる自分の体験がないんですよ。例えば、さっき田口さんからうちの蛇がってたときに頭の中にああって蛇蛇蛇、嵐山の蛇。 とにかく捕食の瞬間を見るのってワクワクするでしょ。だからカマキリ大好きで、あの毎日バットを取ってあのカマキリを育てる。そうするとカマキリにも性格があるのがわかる。で、なんでてめえみたいに睨んでくるあのやつもいれば、あの左右のこのシックルはカマカマでね、両あの二匹捕まえて食っちゃうやつもいるのね。素直に食べる子もいるんですよ。いるんですよ。だから全部個性でしょ。でもね、その。 いる姿は、うんまあ、ものすごいスリリングでしょ、うんうん、そういうふうに例えば今團三さんから思い出させられたことを話してるんだけど、うん、どんなに難しい学問的な概念も、うん、それにて思い出せる経験がどれだけあるかが、うん、人を動機づけるんです。概念を知っているこれは真実だよと言われていると知っているだけでは、うん、人は動かない。 どれだけ過去に自分のことを思い出せるか、そうそう自分がどこにいたか、そ<う>自分が立ち入り禁止の場所になぜ入ったか、そうそうまああの、うん、それはまあ立ちなんですね。なんでそんなもやめちゃったかとか。だからこの本はね若い人が読むだろうというふうに、うんまあ、想定していたってこともあってね、安全便利快適が一番だっていうふうな育ち方をしていると残念だけど学問的に最も資質がない存在になってしまうんです。 大事なものがそうそんな遊びやスポーツにお金をかけて時間をかけていたら頭が「学者になるにふさわしいものになりません」っていうまあとんまなおが多いわけよでもそれはもう学問の世界では逆に明らかなんだけど体験がないものは知恵を習得してもそれを力にすることができないだからつまらないやつで終わる。ネズミとかしてヘビの口に突っ込んだことあるんかいっていう。 そのイメージ例えばね皆さんね全然普通聞いてらっしゃるけどの大勢はイメージが湧かないんだだから蛇が鎌倉に持っていけてものすごいスピードで動かけてバカンって食うっていったってイメージ湧かないんだよせいぜい YouTube 動画でしょ残念でした YouTube 動画と生で見るのとは全然違うんだ違いますとにかくあさっての選挙でまたお話がね いつかまた聞けたらいいなと。と本当に運命が分かれるからね。はいはい、なるほど。うん